はい、どうも。ちょっとトイレ行ってきますね。枠取る前から行けって言うんだけど。いやー、今日も豚キムチかな。また太っちゃうなー、これご飯とかぶち込んだらね。アイテム飛ばないと配信クイーンにならない。いや、なるよ。めちゃくちゃなるよ。うん。ちょっと待って、ご飯チンしてくれ。ああ、もう太るよ。だってさ。もうずっとやってるけど、別にふわって好きでやってるわけじゃないからね。お金を稼ぐ術でやってるだけだから。そう、だってもうこれでアイテムとか飛ばなかったら、まあ、つまりは稼げなかったら、やりたくないサイトでただ配信してるだけだからね。いやいや。そんなの苦でしかないじゃん、そんな仕事してさ。仕事ってみんな基本やりたくないものじゃないですか。仕事してお金もらえないのと一緒だよ。だってそんなの、それと感覚は一緒だから、本当に。いや、マジで。だって配信、別に俺ふわっちで配信とかしたくないもん、本当は。俺他にそれなりに収入あったら絶対ふわっちなんかやんないからね、マジで。別に俺ふわっち自体何回もやってるけど、このサイト嫌いだから。いや、マジで。これは本当ですよ。あ、おはようございます。これはマジで。ふわっち以外で、なんか別にお金の収入あったら絶対ふわっちやんない。それなりにあったらね。だから、まあ、感覚で言ったら、普通に例えばサラリーマンやってる人が、例えば宝くじ3億円とか当たったら仕事辞めるって感覚と一緒かな。でもまあ配信自体は趣味でもあるから、別にふわっち以外でやるけどさ。ふわっち以外でやるけど。ふわっちではやんないかな、少なくとも。あ、下書きどうも。お金なのにアイテムくださいって人がなんかいや。まあアイテムくださいはまだ。まあ言ってることはわかるけど、まあでもアイテムくださいはまだいいかなと思う。まあ要するに金くれってことだからね。それはまだいいかなと思うんだけど、俺何回も言ってるけど、イベント応援してくださいとか1位になりたいとか言うやつが大嫌いだな、俺の人間性として。俺って結構なんか嫌い事とか嫌いなタイプだから、で、はっきり言う、物をはっきり言うタイプだから、俺そういう周りくどく腹黒いような感じで言うやつ俺大嫌いなのよ。これまあ俺の性格だからね、これはね。結局はなんかリスナーからさ、競争心とかをって小じきしてるだけなのにさ、なんか綺麗に見せたがるやつとかなんか俺あんま好きじゃないやん。でもただの小じきだろって、遠回しリスナーから金せびってるだけなのにさ、なんかそんなゴミみたいなものをなんか綺麗に見せようとするっていうかさ、ただの小じきだからね、マジで。もう小じき以下だよな、むしろ。競争心とか煽って綺麗に見せたがってる時点で、俺小じきよりもえぐいと思うよ。小じきより汚いやつだと思うよ、心の中は。心の中は小じきより汚いやつだと思ってるから。あ、おはようございます。そう、やっぱね、そう。俺はやっぱね、小じきにも美学あると思うの。俺はもうずっと言って、俺はもうこれ小じきだってもう俺ずっと思ってるし、だから言ってるんで俺は。つうかさ、あれだと思うのよ。小じきなんて本来汚いものなのよ。小じきなんて本来汚いものなの。
だからさ、それをさ、なんか汚いものだったら汚いらしく、汚くこじきすればいいんだよ。汚いものなのに、なんか綺麗っぽくやるから、だから見る人からしたら、なんかもう、あ、こいつ、なんかもう、腹黒いっていうか、心の中はもう汚いやつなんだな、みたいな。なのに、綺麗に見せてる。余計汚く見えるのよ、見る人から見たら。でも中には、なんか本当にイベント1位になりたいとか、その人に価値があるとかっていうんで、本当に多分、勘違いして、なんか、この人はすごい人だとかって勘違いしてる人も世の中にはいるんだろうけど。だからなんか俺、それが一種の詐欺に見えちゃうのよ。本当はただ金欲しいだけで、汚ねえ小じきなのに、ね、なんかそういう風な感情にさせる人も多分いると思うから、本来とか心の中はただ汚いお金欲しいだけの人たちなのに、リスナーから小じきしてるだけなのね。って俺は思うのよ。だ俺はそれが嫌だから、俺小じきってのは本来もっと汚いもんだと思うから、俺は別に綺麗事とかも言いたくないし、まあ、俺はだからただもう汚いものは汚く小じきしてればいいと思ってるから、俺はだからずっと、ね、ふわっちの投げさ小じきだって言い続けてるのよ。まあ、これは俺もうブレてないからね、もうずっと。いや、本来個人で汚いもんですよ。ふわっちの人たちは本当みんなね、ただの小じきですから、マジで。ふわっちの人はみんな小じきだよ。もうイベント1位になりたいとか、応援してくださいって言ってる時点で、遠回しに金くれって言ってるのは、もうその時点で小じきなんだよ。もう普通の投げ銭じゃないから。普通の投げ銭っていうのは、ね、配信者が配信して、投げ銭くれとか応援してくださいとか、遠回しにね、アイテム投げ銭せびるんじゃなく、金せびるんじゃなく、普通に配信してて、ね、リスナーが勝手に、あ、配信面白いよとか、あ、今面白かったよとか、いつも見てるから少量だよって、リスナーが、ね、配信者がくれくれって言わないで、リスナーが勝手に投げてくれること、それが真の投げ銭だから。まあ別に投げ銭くれって言っても、あれだよ、なんか面白い配信とかして、なんか企画かなんかやって、その後に、まあね、今僕の今回の配信が面白かったらよかったら投げ銭してくださいって、まあそれはまあある意味くれくれだけど、でもちゃんとそういうような言い方でくれって言うんだったら、俺それはまだ小じきじゃないと思う。それは投げ銭だと思う。それのどっちかよ。それのどっちかが真の投げ銭だと思う。あ、おはようございます。それのどっちかが真の投げ銭だと思うな。ただ毎回毎回1位になりたいとか応援してくださいってのもただの小じきで、あんなの。心の中は汚いね、ただのゴミみたいな小じきですよ。よいしょ。YouTuber は小じきなのってこと？あれ、小じきが多分規制されてるんでしょ、コメント。YouTuber はだから小じきじゃないでしょ。YouTuber でスパチャやってる人で、だってあれ別に YouTuber が金くれくれって言ってないでしょ、多分。普通にリスナーが勝手にスパチャしてるだけでしょ。それは投げ銭じゃないだって。 YouTuber でそんなね、スパチャくれくれって言ってる人あんま見たことないけどね。リスナーは自分の意思で、別に YouTuber がね、投げ銭くれスパチャくれって言わないで投げてるだけでしょ。それは投げ銭でしょ。前のこの麺が細いやつのうまかったな、スーパーカップマジで。なんでこれ太くしちゃったんだろう。なんでスーパーカップの麺を太くしたのかが分かんない。絶対細麺の時のがうまかったんだけど、細麺の豚キムチとかのが絶対うまいわ。麺戻してくんねえかな、細いのに。あ、いいね、どうも。もう細麺の方が絶対うまかった。
あった。いやちょっとね、もうちょい美味しくなめせばって味が薄くなっちゃった。味濃いの好きだからさ。あーこれ太っちゃうな。またこれ2日連続ぶっ込みですよ。これは太るわ。外行くだけ痩せそうなさ。いや昨日辛抱なかったよ。昨日コロッケ買いった時かやばかった。熊谷歩いてたんだけど波の暑さじゃなかった。だって普通に歩いてるだけでスマホがもうあれだよ、止まっちゃったんだもん。あの熱暴走で日光の光で、あ、暑さで、うん、やばい。熊谷って特に暑いからね。熊谷昨日あのコロッケ行く配信したんですけど、買い行く配信したんですけど、その道中で暑いなんてもんじゃない。スマホが熱暴走で止まっちゃったからね配信。まあ、熊谷ってあのすっげー暑いとこだからね、日本でも。昨日はマジやばい、暑いなんてもんじゃなかった。てかさ、梅雨っていつ明けたの？多分梅雨って明けてるよね。梅雨が明けた暑さだと思うんだけど今。梅雨っていつぐらいに明けたの？来週台風、あ、そうなんだ。台風いいね。台風配信するか。俺、前台風配信した時、閲覧確か3500ぐらいだったからね。ふわっちで。まあ、あれはあれか。なんか、すごい、ほんと、記録的ななんか洪水とかだったからね。雨の量で。火曜あたり、マジでよ。台風配信しようかな、じゃあ。台風来たら。最近ネタなかったからね、うん、そんなに大した台風じゃなかったらあれだけどさ、うん、川で泳ぎゃ死ぬから。台風の時川で泳いだら死ぬから普通に。、うん、マジで命を失うよそれ。これ台風配信じゃなくて自殺配信になるからね。あっ、いや俺泳げないですよ。僕泳げないです。僕泳げないんですよ。そう、去年の台風やばかったよね。去年だっけあれ。え、2年ぐらい前じゃなかった？去年だっけあれ。2年ぐらい前だった気がするけどな。去年じゃない気がするけど。2019年だよね。2年前ぐらいだよね。まだ俺のふわっちの配信履歴とか、あと YouTube にも多分残ってると思うんだけど、すごいよ、えぐかったよ。あ、KP25 ともストロング飲んだ。飲んでないですよ。飲んでないです。ただ置いてあるだけ。こんなの 9% とか飲めないですから。うん、飲むわけないやん、こんなの。俺が飲めるわけないだろ、こんなの。ほろ酔い一本で気持ち悪くなるって吐くレベルになる俺がさ。こんな飲めるわけないよ。YouTube とかで多分上げてる人いいんじゃないのかな。関慎吾台風とかで出てこないな。
あ、そういえば俺この前非現人見たよ俺。なんか俺パスツロとかの番組を見てる人しか知らんと思うけど。この前歌舞伎町行ったって言ったじゃん。その時俺非現人見たの。あの丸半の新宿店のところに非現人が打ってた。うん。なんかカメラをこうなんか後ろにこうあって撮影してて、あ誰だと思って見たら非現人だった。なんか非現人って昔なんかあのふんどし締めて打ってたけど、もう最近普通の服で打ってるよね。普通の服で打ってた。帽子かぶってメガネして。非現人見ましたよ。あ、これだ。あるね。台風配信。関信号台風で検索すれば。車通る道よ、ここ。出てくる。まあ、見たい人は、一応裏で貼っとくわ。YouTube の。一応見たい人はこれっす。一応裏を貼っとく。各自見てください。この時マジすごかった。うん。やばいなんてもんじゃない。本当は俺多分記録的な台風だったからね、多分本当。とんでもないっすよ。水位とかもなんかなんていうのもう、川辺に住んでる人のなんかもう家の中まで水がバーって入ってくるぐらいもう水位が上がりまくったんですよ。うん。俺の YouTube はリスナーが上げてる、知らない人が上げてるから、そう、別に俺は知らない人。まあ俺のリスナーでしょ。別にその動画上げてる人と連絡も取ってないし、別に広告収入とかも俺入ってこないし、別に、まあ俺がまあ別に勝手に上げていいよって言ってるからね。あの、俺の配信。だからまあある意味許可みたいなしてんだけど。うん。うん。そう。この時マジやばかった、この台風配信はね。とんでもないよ、これね。うん。明日書きと思う。そう、俺の切り抜きみたいな。まあ、物好きもいるよね。だって、ひろゆきの切り抜きとか、あげればそれなりに稼げるだろうに。半分ぐらいは払わないといけないみたいだけど。アドセンス収益。だから俺の本当のファンがやってるんだろうからさ。まあ別にお金にも大してなんないだろうからさ。うん。まあ一部のさ、自己的な映像の100万再生超えてるのも何個かあるけど、いくつか。あれはね、あれに広告つけてたらそれなりには行くだろうけど。うん。でもあんなの本当一部でしかないからね。普段の、こんな例えば雑談配信とか、こんなのが、一定1万再生でしょ。まあ1万もいかないでしょ、普通に考えて。数千とかでしょ、うん、こんなの天才してます。うん、てか風呂入りたい、俺風呂入ってないんですよ。うん、風呂入ってない。あ、下書きどうも。やばい、今日は小事企業やばい。この枠9円だ。さっきの枠いくらだっけ ?100 いくらとかだっけ。この枠9円。やばい。YouTube 使いたいですけどね。この枠9円になりました。さっきの枠が130円ぐらいだったっけ。やばい。これだから、なんだよね。うん。昨日稼いだから大丈夫。なんでさ、ね、なんで1日だけ稼いだら大丈夫なの意味がわかんないね、それ。うん。なんで1日だけ、稼いだら大丈夫になるの、うん、全然余裕なんてないですよ、マジで、うん、なこと言い出したらね、いつもイベント上位とかマンスリー上位ってどれだけ余裕なのに散々どれだけこじきしてるのって話じゃん。あの人ってどれだけ稼いでもどれだけこじきした気がするのってぐらい、そんなこと言い出したら俺より何倍も稼いでる人がいっぱいいるからね、ふわっちの世界。今月に至って俺マンスリー300人すら入ってないんだよ、うん、俺の上に300人以上いるってことよ、基本的には。うん。こんな独り言で2万とかすごいですね。いや、今日まだ100いくらとかですけど。さっきの枠とこの枠合わせて多分100何十円とか。うん。次枠行くかとか風呂入りたいけど、まあいいや、とりあえず次枠行こう。うん。うん。はい。次枠いきます。